宮修司8月23日から1986年12月11日は昭和時代に活躍した歌人。本名は宮はじめ。妻は同じく歌人の宮栄子。長女の片柳創生は編集者、文筆家。新潟県北大沼郡堀之内町に書店の長男として生まれる。父は宮康次配合を季語といい俳句を読んだ。 1919年、堀の内尋常、高等小学校に入学。1925年、旧正長岡中学に入学し、在学中から相馬漁風主催の歌詞、木陰歌集に投稿を行っていた。1930年に卒業後は家業を手伝う。1932年に上京し中野の朝日、新聞販売店に住み込みで働き、翌年、北原白州を訪ね、 その文下生を呼び秘書となり、晩年元室を患っていた白州の口述筆記などを手伝う。1934年、白州主催の玉総監に参加。実家の没落により、一家で神奈川県横浜市に移り、1939年、富士製光所入社。同年、兵役に応将し、新潟県高田市の不評を第30連隊に入隊。中国、 山西省各地で足掛け5年兵士として日中戦争を戦う。最終階級は5条。出生中に第1回玉将、玉力作賞を受賞するが、受賞式には出得られず、父が代理出席した。1944年に滝口英子と結婚するが、1945年6月に再召集され、茨城の舞台で終戦を迎えた。 1946年諸女歌集、軍取りを刊行1947年、加藤勝美、近藤義美らと進化人集団を結成。1949年に発表した第三歌集、三聖賞は、戦闘体験を写実的に描写し、戦争文学の名作として高く評価された。戦後短歌のリーダーと称され、短歌結社を超えた活動を展開した。 戦後間もなくに発表したエッセイ孤独派宣言にて戦後短歌の出発点として個人主義を強く打ち出した。1950年には泥の会の呼びかけ人となり、岡部慶一郎や山崎放題、桂原茂など結社によらない歌人たちの活動を主導した。1952年の玉解散後、 1953年には、コスモス単価界の代表として、歌詞、コスモスを創刊する。1960年、富士製鉄を遺願退職。生涯で13冊の歌集を刊行し、宮中華会誌のほか、朝日新聞、日本経済新聞、新潟日報、婦人公論、オール読み物、婦人の友など、多数の新聞、雑誌歌壇の選者をする。宮中華会誌選者を、 本名、宮はじめで1967年、68年、71年、72年、74年、75年、76年、78年と8度、勤めている。1979年、堀の内町名誉町民の称号を贈られる。1983年、日本芸術院会員。一方で病を患い、入退院を繰り返しながら、 東京都三鷹市の自宅で、急性心不全のため74歳の生涯を閉じる。戦後短歌の指導者としては珍しく、学校に本拠を置かず、在野を貫いた。門下には、安立須春、島田修司、奥村耕作、高野君彦、桑原正樹、小島ゆかり、大松徹る河野優子などがいる。没後の1992年、故郷堀之内町に、 宮修司記念館が開館。ありがとうございます。